数多くのダーツグッズを世に送り出してきたブランド、トリニダード。中でもバレルは機能的なデザインで種類も豊富。その数なんと40種類以上。その多くのバレル製作を手掛けてきたデザイナー、河口清隆氏にこれまでのトリニダードバレルについて解説してもらった。今回取り上げるバレルはデュラン。元祖トリニダードバレルとして今もなお人気のバレルはいかにして生まれたのか、タイプ1から3までの系譜をたどりながらその特徴を見てみよう。デュラン1はですね、当時トリニダードに所属していた、プレイヤーの、プロモデルという形でその個人に合ったバレルを作るということで、制作が始まりました。で、その当時彼が使っていた、外国人モデルの、バレルを、一応参考にして、彼仕様に仕上げたものとなっています。で、彼自体が日本グリップなんで、長さ自体は30ミリって言って、トリニダードの中で一番短い形のバレルになってます。で、基本的にトルピードの形になってますんで、前重心で、日本グリップで真ん中ら辺を持ってその彼は投げてましたね。で、まあ短いんで球を投げるような感覚で、まあその日本グリップなんで弾くっていうことはできないんで、そのまんま自然と離れるような感じのカットにもなってますね。まあ典型的なリングカットで、まあこのカットだとカットの持ちもいいし、そのかかりすぎるってことがないんで、要するに日本グリップだと引っかかってしまうとすぐその軌道がずれて、引っ張り込んだりとかっていうことが起こりやすいんで、かかりすぎず、まあある程度2本なんで接地面が少ないっていうことで、かかりすぎずけどかかるっていう微妙なラインだと思います。まああとはこのテーパーがかかってる部分で挟んで押し出せるっていう、押すっていうよりはそのまま滑りにくいっていう形ですね。そうですね、こうやって挟む人2本で、普通指先を、そうですね指先でこう持つ人多いんですけど、もう人差し指のもう第二関節ぐらいとかその下ぐらいでこういう風な形というか挟む人、その当時は多かったですね。デュランタイプ1のバレルデータはご覧の通り。トリニダードバレルを並べ重さを比べてみる。デュランタイプ1は全体の中で2番目に軽い。さらにトリニダードバレルを長さ順に並べてみると、全体の中で一番短いバレルであることがわかる。デュランタイプ1の特徴をまとめてみると、日本グリップに合う最短のトルピード型、鉄の球をイメージして投げるのがポイント、シャフト側に向かって先が細くなる勾配は指がかかりやすく押し出す力をサポートする形状となっている。ちなみに重心はこの位置、比較的前重心のバレルである。まあ、デュラン2は、デュラン1から派生してできていて、基本的に3本グリップに対応できる長さで、6ミリ伸ばして、まあ、トルピードっていう形は守りつつ、今度カットは、デュラン1よりは少しきつめになってますね。間隔を広げてこの指の肉が入っていく部分も、取って、かかりがきつく感じられるようになってます。で、まあ特徴としては、前重心を守るためにこの最大径が、バレル、トリニダードのバレルの中では、8.2 っていう一番最大の太さを持ってますね。で、まあ前のこの膨らみが最大径があるんでかなり急に落ち込んでまして、そこにこう 中指をかけるという形のグリップとかもやりやすいタイプにはなってますね。ああそうですね、直角にこう落として直角にっていう形ですね。さっきのはあの円で溝を切っていくリングカットなんですけど、こっちはもう直角にこう落としてって、フラットな面をそこで作ってっていう形ですね。
こう指の肉がこう入りやすく1ミリぐらいにこうその溝の幅も広げてあるんで、そうすると若干細く感じやすくなるんですよね。だからストレートタイプを投げてる人も多分移行しやすい形であると思いますね。デュランタイプ2のバレルデータはご覧の通り、トリニダードバレルを並べ重さを比べてみる。デュランタイプ2は全体の中でちょうど中間の重さであった。さらにトリニダードバレルを長さ順に並べてみると、全体の中で2番目に短いバレルであることがわかる。デュランタイプ2の特徴をまとめてみると、タイプ1より6ミリ長いトルピード型で、カットは比較的きつめ、カット幅が広いので指の肉が入り込みやすく、触れる面が広いことで全体的に細く感じやすいのが特徴。ちなみに重心はこの位置、タイプ1同様前重心のバレルである。現在ご覧の選手がこのバレルを使用している。基本もうこのモデルに関しては自分が投げようと思って作ったモデルなんですけど、自分もともとストレートを投げてたんで、そこからトルピードで前重心をちょっと投げてみたいなということで、ストレートタイプを投げてる人も、難なく移行できるっていう形ですね。で自分基本3本グリップなんですけど、ここの間隔をちょっと開けるんで、絞り込むタイプなので人差し指と中指開けるんで、デュラン2よりは長さが欲しかったんで40ミリまで伸ばしましたね。で、前重心、極端に前重心を作りたいということで、穴、このネジ穴ですね、 2BA のネジ穴が掘ってあるんですけど、それを前は極力浅く、で後ろを深く掘って重心を前に持ってこようとして作ったものですね。で、まあカットはこれ、3種類あって、一番後ろの方は、細かい浅い、その直角に落とすカットになってますね。でその後が、V 字カットを入れてます。でこの V 字カットっていうのは V に入ってて最後は丸になってるっていう形のカットでして、これも比較的かかりと持ちがいいカットにはなっていると思います。このガスガスかかる感じではないんですけど、まあそこそこ指にかかって指離れもいいような感じのバレルになっていると思います。ここの方はですね、自分の3本グリップのちょうどかかる位置なんで、この中指が投げている途中に外れるともう2本グリップになってどこに飛んでいくかわからないので、ここは滑らないように一応カットは入れてますね。で絞り込んでこう弾く人は多分ここを当ててると、この指が絞り込んだ時に強すぎて滑ってしまうともう投げられない、失投になってしまうんで、そこは滑らないようにっていう形をとってますね。で実際自分用に作ったんですけど、練習量が不足すると非常に難しいバレルです。もうジャザウマのような感じで、練習量がある程度取れて毎回同じようなフォームで投げないと若干暴れ出す傾向があるとは思います。要するに絞って弾く人は腕をこう振ることに対して、ここが動くここが動くっていうのに対して、ここを弾く動作を連動させないといけないんで、そのタイミングがずれると全く飛んでくれないですね。デュランタイプ3のバレルデータはご覧の通り、トリニダードバレルを並べ重さを比べてみる。デュランタイプ3は全体の中で3番目に軽い。さらにトリニダードバレルを長さ順に並べてみると、全体の中で5番目に短いバレルであることがわかる。デュランタイプ3の特徴をまとめてみると、ストレート寄りのトルピード型で長めのサイズ、これまでになかった3箇所のカットデザインが施されている。同じフォームでないと暴れ馬になる特徴があるが、連動した動きで安定できれば手なずけることは難しくない。ちなみに重心はこの位置、極端な前重心のバレルとして製作されている。現在
ご覧の選手がこのバレルを使用している。クイズ、動画を見て当てましょう。このコーナーはオンラインショップ機とウェブ本店で放映された映像の中からクイズを出題。正解を応募された人の中から抽選でポイントが当たるナイスな企画。それでは早速問題。正解者の中から抽選で1名様に1000円分のポイントをプレゼント。詳しい応募方法はこちらをクリック。